だ出ておらん。またメノクラゲは体の 99% が水分で、たとえ干からびても水につければすぐに復活するという。とはいえ本当に干からびてしまったりしたら大変じゃな。お前さんも干からびたりせんよう気をつけるんじゃぞ。ではここで一句。朝昼晩ゆらゆら暮らすメノクラゲ、みんなもポケモンゲットじゃぞ。